パイセン、ちょっといいっすか？なんだい、後輩君。今日、表で二度満動画が公開になったじゃないっすか。だね、女の子がずらっと並んでるあれだね。一応こっちでもそれ絡みの動画を流せって指示がまた来たんすけど。今日のお昼にツイッターで流したあれだね。あの待合でグダグダやってるやつっす。こないだ君が言ってた取材中のオフショットってやつだよ。お店に入ってからメインのあれが始まるまでの待ち時間の様子だね。あー、なるほど。じゃあ早速 VTR スタート。緊張しました。こんなんバレないですか？ドラえもん勝ちっすよ。ドラえもん勝ちっすよ、本当に。あの、99人の壁。この感じ。99人の壁。外ひろさん。はい。しっかりやってくださいよ。うん、分かった。僕ね、あの、ギャルギャルしたよりもちょっと地味な感じですね。こう、シュッとこう、シュッと行く練習しとかないとね、シュッとこう。シュッ。あ、やば、今シュッとしたら横行ったわ。頼むか。女の子登場しました。これ叩いて、ちょっと盛り上げたいです。よろしくお願いします。任せてください。なんならこう、こうってこれ。ちゃん音立てんの。でも交換見えない時間使える。あら、この状態になっちゃいましたけど大丈夫？で、僕大丈夫？これログイン画面になっちゃいました。いらんとこ押した。もしかしてなんかブラウザバックみたいな押しちゃったのか。すいません。なんか押しちゃったから、すいません、ごめんなさい。先生、本当すいません。先生、頼んますね。何をしたんだろう。テンション上がってなんかおっしゃったみたいだわ。はい、皆様大変長らくお待たせいたしました。ただいま。パイセン、なんだい。オフショットって割にいつもと変わらない気がするんすが。だね。つまりニットマンはあれが素なんすか。そういうことだね。マジか。しかし本編の方を見たらわかるけど、すごいね、あれ。そうっすよね。目の前に女の子がずらり。次は俺らで突撃するっすか。だね。ちょっと最近ニットマンに頼りきてないって言われてるし。確かに。でもまあ上の行こうとかもあるっすからね。そういうこと言わない。ということで、まだ見てない人は表チャンネルの動画をよろしくっす。よろしくですー。